93年 J リーグが発足した時、中立地扱いだった国立以外に東京には J1 基準、J リーグ基準のスタジアムがなかったこともあり、首都東京を本拠とする J クラブはありませんでした。東京ガスを母体として FC 東京が誕生して J2 に参入したのが99年、川崎を本拠にしていたヴェルディが移転したのが2001年。ヴェルディは東京のクラブとしては2番目ですが、彼らには J のオリジネーターとしてのプライドがあります。 FC 東京が J1 に昇格した2000年、東京を本拠とするクラブは彼らだけでした。 FC 東京には東京のクラブのオリジネーターとしてのプライドがあります。この両クラブが初めて J1 で対戦したのは2000年、この時はヴェルディ川崎対 FC 東京でした。つまり J1 で初めて東京ダービーが実現したのは2001年の開幕戦です。あれから23年、 J1 での最後の対戦から16年ぶりに、さまざまな歴史を飲み込んでトップリーグでの東京ダービーが再現されました。ヴェルディサポーターは去年天皇杯で PK 戦、しかも PK 9対8という死闘の末、この FC 東京に敗れた、あの悔しさを晴らそうじゃないかという横断幕をゴール裏に掲げています。一方の FC 東京サポーターは、このアジスタ東京スタジアムは俺らの庭である、俺らのホームであるということを強く主張しています。緑か青赤か、スタジアムがうまく分断されて、これから選手たちが入場するのを待ちます。まあ、いずれにしましても松原さん、はい、首都東京のダービーですから、はい、まあ、この両クラブにはですね、いい意味でいろんなものを背負っていただいて、こうリーグを牽引していくエネルギーを期待したいところです。